昨日その掲示板見に行ってバイト先の人たちとかと喜びやってやったりとか、あとまあ周りの喜んでる人たちとかを見てやっぱ結構すごい試験に受かったんだなっていうふうに、まあ喜びが自分の中でも湧いてきたって感じですね。大学2年生ぐらいの時にそろそろあの放送を目指すなら勉強を始めなきゃなっていうふうに意識し始めて、で自分がどういう職に就きたいか考えた時に割と自分は勉強が好きなタイプでそんな苦ではなかったので、そのずっと勉強を続ける仕事っていう意味で弁護士は自分に合っているかなっていうふうに思ったのと、あとなんか弁護士 その直接人を助ける仕事っていう部分がすごいやりがい がありそうだなっていうふうに思って、大学2年生の時に放送を目指そうと決めました。一等塾入る段階で予備試験の合格率がすごい低いとは知っていたので受かりはしないだろうなと思ってたんですけど、まあ予備試験の対策してれば他大学院の対策にもなるので、とりあえず予備試験の勉強をして、まあ、自分は4年の時に予備に受かったので、まあ、院試もやってるのでどっちもの道も残せるように予備試験の勉強をしっかりしたって感じでした。直前のまあ長くても1ヶ月前ぐらいからあの過去問を見て、そのまあ結構大学によって形式は違ったり時間がなかったりとかもするので、そういう過去問学習だけはしましたね。それ以外の勉強は特に院試の対策の時はしなかったです。キーポイントだったというかここのこれが良かったなっていうのはまあ主に2つあって、岡山先生のクラスだったんですけど、そこの授業では、各科も多分4通ぐらい基礎マスターの段階で答案を書いて添削してもらえる機会があって、そこで実際に答案を書いて、添削してここが良くないとかを知ることができる機会があったっていうことが、基礎マスター段階で論文を意識しながら勉強するきっかけに結構なったので、そこが大きかったなっていうのと、あとは論文マスターが自分は伊藤塾の講義の中では一番好きで、まあ論文マスターを受けて実際にその問題の解き方を知って知ることができたので、結局その自分は司法試験前予備試験前もその論文マスターで使ったテキストの講義を何周も回してパターン化するっていう作業を結構してたので、あの授業がなかったらまあ合格は不可能だったなっていうのは間違いなく論文マスターだというふうに自分は思います。福山先生のクラスは結構先生との距離が近くて直接質問とかもすごいできますし、直接アドバイスを聞くこととかもできるので、そういう勉強面でも結構横山先生から教えてもらえることが多い上に、直接お話しさせていただく機会があると自分のなんかやる気が出るというか、結構やらなきゃなっていう風に気分になるので、そういう点でもやっぱり横山先生のクラスは良かったかなっていう風に思いますね。サークルは朝練が週3であって、で場合にあの時期によるんですけど、時期によっては土日に試合が丸1日あるみたいな感じだったので、月水金朝練で間の科目と土曜日とかでバイトをしていたの で午前中はそのサークルもしくはバイト で午後3時から9時とか勉強するっていうリズムを完全に作ってましたね。なので必ず毎日6時間くらいは勉強して伊藤塾の講義を、まあ、なるべく多く受けるっていうふうにしてました。ちょっと早めの段階から、まあ、勉強を始めていると後からやっとけばよかったって感情はなくなるのかなと思うので、まあ、なんか大学生活忙しい人とかは勉強にあのすごい時間を割く必要はないとは思うんですけど、その選択肢をちょっと自分の中でも残したいなと思っているのであれば、隙間時間とかにちょっとずつ勉強を少しでもいいから進めておくと後からその苦しまずに済むんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いますね。合格おめでとうございます。ありがとうございます。